ケンメトカーフはフィリピンを拠点に活動する白人の映画俳優、脚本家、配役監督、制作者、助監督。ケンメトカーフ、ケネスメトカーフとクレジットされることもあった。古くは1968年より映画出演歴があり、1997年まで出演が確認できる。初期の作品の国際秘密警察、悪の城態は、 フィリピンとインドの合作の移植作だが、アメリカ映画として、日本でも、劇場公開された。シリオ・エイチ・サンティアゴ、エディ・ロメロ、ジョーイ・ロメロ、ボビー・エースアレスといった、フィリピンの職人監督の作品に多く起用されたが、キャリアを通して、脇役がほとんどだった。ベトナム戦争物の将校や、政府の高官などの権力側の役が多く、悪役も演じることがあった。時には、 新規な役どころもあり、エディ・ロメロ監督の半重要塞、ドクター・ゴードンでは、霊洋男を粗末な特殊メイクで持って演じた。これは、ドクター・モローの島を意識した作品で、ブレイク前のパムグリアーが、評女役で出ていたことでも知られる。また、シリオ・ H ・サンティアゴが制作した香港を舞台にした、ブラックアクション、アイアンマンと不思議な仏像では、スキンヘッドの悪役で、 神妙なお経を唱える場面が見られた。なお、この作品のオープニングの演舞は、開演場の奇跡で、時藤サブローのジップに噴したオマーカマーによるものだった。1974年のマニラコネクションでは早くだったが、主演は1998年にフィリピン大統領に当選したジョゼフ・エストラーダだった。1970年の戦争物。 マハーリーカに助監督としてクレジットされている。メトカーフは早くでも出演している。フィリピン映画だが、米国のテレビ俳優のポール・バーク、オール・ザ・キングスメンでアカデミー賞の主演団優勝に輝いた、グローデリック・クロフォード、往年のスターであるファーリー・グレンジャーが出演していた。1970年代から脚本家としての活動を開始し、アイアンマンと不思議な仏像や、 TNT ジャクソン、鉄腕少年バイオニックキットカラテガールヘルホール目視録の勇者たちマットウェポン復讐の爆裂舞台などがあり、原案も手掛けながら出演もすることがほとんどだった。シドニー J. フューリー監督のヤングソルジャー、米海兵隊員、青春の記録あたりから配役監督として活動を始め、フランシスコ・コッポラ監督の超大作、 地獄の目視録では配役女子としてエキストラの手配に腕を振るった。彼の下についたのが後にフィリピンアクションギャングと呼ばれる俳優のドンゴ・ー・ドン・ベルだった。地獄の目視録での経験がキャリアに箔をつけ、その後は合作映画のフィリピン配役監督を幾本か担当している。主なものにストライカー、アメリカ忍者、ハンバーガーヒル、ブラドッグ、 地獄のヒーローさん、7月4日に生まれて、デルタホースに DNA2 がある。合作映画におけるフィリピン側の共同制作を務めることもあった。代表的なものに地獄のヒーローとアメリカン忍者がある。なお、モエヨ忍者では出演するとともにロケーションマネージャーを担当した。ありがとうございます。